いっぱい出てくるね。ハピピー。頭の中どうなってんだ。おい、頭の中どうなってんだ。クッキーあげます。やめろ。負けねえぞ。お母さん。はい。お母さん。そこチャンネル。ツイッターつぶやいたんですよ、さっき。お母さん。おいしいよ。あれ、ヤケさんが変なことしたから、オコさんテンション変わっちゃうじゃん。あれで見たことない顔も目が開いてないですもうヤカさんを見たくないんだよね、できるだけ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。じゃあ次は、はい、次は何番目にしますか。あ、じゃあ今先行きましょう。159番目デルデルあるかな、あるかな、あないかもな、ないかもしれないか、ね、あったー、やったー、すげーあったんだ。159番目のホットサンド、はい、あ、153番目ですあれの150番目のホットサンドを作っていきたいと思います、はい、その前に、はい、ポップコーン食べですか。なるほど、はい。作ってる間もね、岩川さんが食べれますしね。はいはいはい。こちらですか。はい、ありがとうございます。はい、なんとスペシャルゲストポップコーンです。ポップコーンが来てくれた。わざわざ成績まで。なかなかゲストではね、来ないって言われてるのに。成績先の岡まで。はい。なんかポップコーンに一工夫とかあるんですか。焼くだけです。これがね、美味しいから。あとガサガサ食いながら言うじゃないよ。止めてくんないっつったそろそろ。よし、これは取るんですかね。あ、ガスレンジ以外はご使用ならないでください。あら。でもまあガス。ガスだから行けますよ。大丈夫ですよ。やってみましょう。この部屋はもう何起きても大丈夫なんで。あ、確かに。はい。はい。天井もまあまあ高いし。はい。もう爆発したから、はい、それで面白い。そこチャンネル。はい。そこそこ面白い。いや、とっても面白い。そこチャンネル。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。むしゃむしゃじゃないのよ。じゃあちょっと、はいはい、ツイッターで告知するんで、その間にこうやって持っててもらっていいですか。ずっと持ってる。じゃあ火をかざしながらその途中にやりますね。いてててて。よし。じゃあそれはじゃあ一旦下に置いて。はい。も止まらないね。なんか作業してるなんかずっと。美味しいんですよ。なんだっけ、バーベキュー味です、うん。やみつきバーベキュー。本当にやみつきみたいな。はい、はい。これ何分ぐらいでしょうね。手に書いてあるんだ。まあパンパンになってきたらね。そのまま火かけていいんですか。これえ、そうですよね。火にかける前にシール剥がしてください。そうだよね。そうだよね。ご愛嬌ご愛嬌。なんかメリメリしてるけど。そこちゃん、あ、できたできた。あ、はいはいはい、空気穴みたいな。そこチャンネル。ありがとうございます。そっちセットになってた。あ、ついた。お。はい。はい。そして、はい、この様子を見ててもらっていいですか。あ、ちょっとあの、はい、山頂に行ってきます。あ、わかりました。山頂汚いかもしれません。ここの山頂汚いんですよ、かなり険しい道になってるんですよ。木で行ったんですよ、うん、でここで行かないようにしようって思ったんですけど、はい、うん、山頂が来ました。しょうがないですよね。かなり山頂汚いんで気をつけてください。はい、でポップコーンが、あ、すごい、え、もう待ってる。お、
道険しいんで気をつけて。道険しいんですか、はい、やだな、ここを通るのが険しい。そうですよね。おお、結構来てるね。ここに顔近づけてみる。あダメだから、フリフリしないぞっていう。すごいね、大川さんいなくなった途端に暗くなりましたね、なんかトーンも全部、色味も暗いですね。大川さん振って振って、はい、腰じゃないから。マジで腰食ってるわね。焦げ臭い、かなり焦げ臭い。大丈夫ですか、焦げてない。結構焦げ臭いですよ。本当ですよ。うん、あ、臭い臭い。え、いや、だって、いや、もう絶対いいですよ。あ、もういいじゃない。絶対いい、焦げは、絶対焦げてる。焦げてる。焦げてます。焦げてます。うっ、臭っ。えなんか美味しくなさそう。なんか臭いから買った。あ、大丈夫。あ、ほんとだ。え、これちょっと換気しましょう。ハサミとか何みたいな。うわー、黒い。黒いなー。でも黒。キャラメポップコーンみたいな。いやいや、色だけね。はい、普通かな。黒い。黒ですね。食ってみますよ。問題は味ですよ。なんで落とすんですか。いや、落ちたんです。それを食べるんですね。あ、あく。あ、苦っ。苦いですね。あ、苦いですね。うん、じゃあ、今のどうぞ。苦いですよ、これ。苦いですね。あ、苦いですね。なんかその、後から。めっちゃ苦いですね。うん、苦さというか、焦げ感が、ふわっと追いかけてくる感じです。よくこんなバクバク食べます。ずっと食べてますよ、ヤカさん。もう何でもいいじゃないですか、スコーン食べて。ヤカさん、多分ね、口に入れたいだけなんですよ。だからさっきのホットサンドもね、味わかってないと思います。次は、はい、ちょっと剥いちゃったんですけど、はい、バナナとチョコと、うん、はい、あとは、はい、あのなんかアーモンドのやつ、そうです、うん、くるみ、四角いくるみ、うん、あれ、あとよく思い出ましょうね、あ、鉄筋で買ったから、あとクッキーも入れましょうね、うん、これですね、うん、あ、そうです、そうです、はい、羊羹も入れるんですか。羊羹も入れます、何でも入れましょう、何でも入れても美味しいです、うん、あ、イカそうめんあります。イカそうめん、イカそうめんは合わないんじゃない、ね、入れないですけど、はい、この間ね、この間の山で行動食で持ってったやつ、うん、今入れそうな勢いですこういうのも使うんだね、はい、入れないです。ただちょっとこれ、はい、見てください、今大川さんが徐々にこっちに逃げていた。すっごい斜めになったもんね、家傾いてるのかなって。シャドウがね、シャドウがすごいです。はい、でこれも入れましょう、クッキーね、これ美味しいんで、はい、はいはいはい、でもでクッキーを入れるからこれをちょっと、あ、ちょっと外せない、はい、これを、はい、イン、じゃ作っていきましょう、はい、作っていきましょう、入れていきましょう、てて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 てでで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 でまだでした。危ない、騙されたことでしたね。びっくりした。ですね、惜しかったですね。惜しかった。何が惜しいねん。お母さんが来たんですよ。ひょうきんな、ひょうきんな感じでございますね。というわけで、チョコをちょこっとずつ。ちょこっとね。そうでしょう。ね。チョコね、チョコとずつ、ね、チョコってじゃないともう豆乳になっちゃうからね。そうですね。ね、お母さんも年だしね。あ、いや、そうですね。ね、お母さんも年だしね。あ、いや、違います。いつも何食べてるんですか。あ、何が好きですか。あ、好きなもんですか。はい、好きな食べ物ですか。好きな、お、おいつとかですか。そうです、そうです。はい、女。あ。女、俺女が好き。食べ物の話してます。さっきね、ツイッターでもつぶやいたんで、ツイッターから見に来てくれてる人もいるかもしれません。
すごく怒った顔してますね。大岡さんのね、そうですよ、すごい怒った顔。大岡さんダメですよ。食べ物です。好きな食べ物は何ですか？女。食べ物です。ちゃんと答えをしよう。でもいいから、うん、もういいですよね。さすがにこれもてるてて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 てカメラから大岡さん消えてってるのよ。女食いたい。足食べますか？うち食べていいよ。おかちゃん食べていいよ。こっそりね、こっそり。あ、こっそりね、いっぱいだよ。うん、起きてるし。あ、おいしい。じゃあ、おじさんは？あ、おじさん、おじさんは食べて。大丈夫です。こういう感じに載せるんですね。そうです。だいぶ綺麗ですね。わ、綺麗に盛り付けてくださって。ちょっと表現に。いや、いいですね。可愛く。甘すぎじゃない？いや、これはだってさ、みんなで分けるから。一人だけチョコなかったら寂しい。大丈夫？いいですよね、これね。結構甘いですよね。うん、あの、クッキーも入るし。山登った時の感覚とダラダラしたおじさんの感覚違うかな。じゃあこれ山ご飯って言ってるじゃん。ちゃんと再現してくれるんですよね。山登って疲れたら甘いの食べたくなるんだ。はい。ただ山登ってませんからね。うん。まあ、でも人生は山登りみたいなもんですから。出たよ。確かにそうですね。今日も登っていきましょうか。はい。やっていきましょう。山川さんの人生ほど険しい山ないんじゃないですか。確かにカロリー取らないと、はい、ここにねラインがあるんで、うん、ちょうどかぶあんまりかぶんないよ。なるほど。だからこうちょっと裏を見てたんです、ね、あ、そうですそうです。物事の裏を知るのも大事かなと思いまして。なるほど、深いな。全部ホットサンドに出てくるんですね。人生って。そうですね、すごいですね。タコニュード出た。さっきコメントで口尖らせてるタコみたいってコメントをくれてる方がいました。タコだけに多くの幸せ、タコがあるかもしれませんよ。なるほど、出ますね。いっぱい出てくるね。ハピピー。頭の中どうなってんだ。おい、頭の中どうなってんだ。おい。ジャッキーチェンが昔修行中割ってましたよね。だから何なんですか、うん、それを食べたくなったんですか、うん。あの映画見てかっこいいとかじゃなくて食べてえなと思ったら。ごめんなさい、さっきもうデジャブからまた挟んでる奥でつまみ食いしてるおじさんがいた。なんで妖怪、これは妖怪を呼び出す儀式ですよ。これ挟むと出てきちゃう。パンの向こう側になんか食ってるおじさんがいるんですよ。全部入れたんで、はい、もう OK ですね。挟みましょう。挟みますと、うん、おい凝ってるんだからこっちで。ああごめんごめん。このパンの越しにハニーマスタード舐めてるおじさんが映ってるんだよ。いらねえよそんな絵はよ。なんなんだよこれ。あ、美味しいですよこの生クリーム。知らないじゃねえかマジで。スコーノとったよ。これ岩笠やったらいいんじゃないですか。一回こう挟むやつ結構力いるんじゃないですか。あの、こちら挟みましょうか。あ、えい、ありがとうございます。ただただ邪魔だったみたいですね。邪魔でしたね、ごめんなさい。岡さん、どういう時怒るんですか？そんなに怒んないですけどね。でもたまに、はい、ってなった時、うーってなって、うおーってなって、うん、
でもよくわかった、うん、どういうことですか。わかんなかったなんで伝わらないのか。わかりやすく教えてください。点火の火は点火だと。もうそれぐらい輝いてますね。輝いてますね。じゃあ、うん、焼きましょう。はい、うわ楽しみですね。これ楽しみですね。楽しみですね。はい。あ、どうしました。どうしました。リンゴ忘れてましたね。うん、あでもまあこれは使わないんですけど。うん、ああ、なんかリンゴも本当は買った方が良かったんですね。いやもう本当に持ってるんですよ。あ、持ってきたんですか。うん、なんだろう。あとよくリンゴ食べてますよね。本当ですか。うん。山とか行くとリンゴとかも食べる感じ。なんかリンゴを。なんか栄養補給の効率がいいみたいな、わかんないけど。山ではバナナの方がいいんですけど、なんかリンゴをたまにその食べた方がいいじゃないですか。いいですよね。リンゴ美味しいなと思ってシャキシャキするし。ああ、私好きなんですね。そうです。ちょっと洗ってきます。あ、違う違う、こっち焼いてたんだよ。すぐ忘れちゃいますもんね。そうですね。忘れちゃいますね。発達障害っていう病気です。違います。さっきツイッターでつぶやいたんで、はい、あの見に来てくれてる人がいたんで、バンバン攻撃しましょうね。そうですよ。でで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 でああ大丈夫です。電車はすごいの歌を歌ってください。そうなるんですか。はい。僕知らないですね。すごいの歌って本当ですか。うん。夏塩原から黒磯まで1時間かからずたどり着く。すごいな。那須塩原から宇都宮まで1時間かからずたどり着く。餃子食いてー。ちゃ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 。電車はすごい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 。電車ってすごいですか。すごいですね、電車って。ずっと邪魔なやつ言いましたね。早く電車降りねえかなと思ったんですしかもね、切符代払ってないやつ捨てる野郎がいましたね、勝手に入ってきて持ち歌は多いんですか。すごいですね、うん、そうですね、いくつかありますね。有給休暇は明日からっていう歌と、そぞろ歩きのモグラたちっていう響きめっちゃいいですね。それ大ですか。そう、モグラの歌聞きたいです。本当ですか。はい、そぞろ歩きのモグラたち足並み揃えてヘイヘイ、あー夏が来たよ、夏祭りだよ、おおおお、そぞろ歩きのモグラたち街並みに消えたヘイヘイ。いやあー、いい歌ですね。大体これで終わるんですね。そうですね、消えちゃったんですね。ちょっと切ない感じもあるね。いい響きの歌。いいですね。おお。うすらはげの男たちの歌はないですか。あ、いいですね。うすらはげの男たち、はい、どこにいるの。ここにいるよ。うすらはげの男たち、キラキラ未来を見ながらコーヒー飲んでる夜。夜はあんまり飲まない。うすらはげの男たち、はい、おー、そうですね。こんなすぐ歌えちゃうもんなんですね。特技ですね。あうすら笑いを浮かべてる、電車に乗ってる、うすら笑いとうすらハゲハゲチャ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 。焦げてないですか。大丈夫。あ、そうそう、大丈夫。結構焦げてます。ちょっとぐらい焦げてたもんね、はい、こんな感じです。あ、いいじゃないですか。全然いいじゃん、うんうん、美味しそう、はい、あ、全然こっちはね、逆に焼けるぐらいね。そうですね、うっすらはげ、あ、うっ
すら焼けてる。一回ディスられてるじゃないですか。何の意味もなく、何の理由もなくディスられたことがありましたよ。あって言って歌いました。なぜ？ちょっと失敗しました。失敗したけど。あ、いいですね。いいですね。わ、チョコとバナナの感じですね。いや、いいですよ、これ。うわ、いいです。はい、こんな感じにできました。あたたた。あたたたたた。山っぽくていいですね。でも、このあったかいバナナめっちゃうまい。うまいですよね。うん、食いしん坊になってますよ。すごい食いしん坊。口の横にチョコレートついてて食いしん坊。似合いますね。うまい。あ、むずい。めっちゃうまいね。うん、美味しいんですよ、バナナ。わあ、この喫茶店来た、山喫茶来た。いらっしゃいませー。さあ、次がフレンチトースト。はい、うまみがたっぷり。お、すげえだ、リンプリン。それ誰か？それオッケーにしたら、ヨカさん誰でも何でもオッケーになっちゃう。ちょっと違うんじゃないですか、おじさん。ヨカさんの18番の月の明かりで走り書きという歌をよろしくお願いします。何ですか？月の明かりで走り書き。めっちゃいい題名じゃないですか。行きましょう。月の明かりで走り書き、何を書こうかまだ思いつかん、小型な手は走り書きできるのに、何を書くのか全然思いつかん、そもそもおで字が書けなかった。いや、ちょっといいですか。はい、じゃないですか。何を書けばいいのかって言いながら、こういう動きやめてください。しこってるみたいで見なかった。はい、しいですよ。はい、しこってんじゃない。ごめんなさい、ごめんなさい。何でもないです。で、聞いてください。何でもないです。お母さん、びっくりしたね。固まっちゃいましたね。お母さん、びっくりしたね。あ、リンゴね。あ、リンゴ。向きながら、リンゴーンと叫びたいと思います。リンゴーンとね。リンゴーン。リンゴーン。あ、いいですね。アップル食べて、お肌が、あ、プルプル。アップル食べて、お肌がプルプル、唇もプルプル。ピーチを食べて、お肌がピッチピチ。メロンを食べて、誰かにメロメロ。柿を食べて、ホームランを打って柿。うどんをゴー。これリハビリみたいになってますよ。リハビリですね。ね、簡単なお仕事ですよ。岡さん全部振ってくれる。ゴミ捕まえて言うだけっていう。そう、簡単なおじいちゃんのリハビリでしたね。今日もおじいちゃんよくできました ね。でしたね。使い慣れてますね、包丁は。本当ですか？ね、ね、すごいですね。いいお呼ばせなんじゃないですか。リンゴを食べて。ディンディン。おじいちゃん合ってるよ。おじいちゃん頑張ろう。頑張ろう。リンディンだよね。うどんを。ドーン。おじいちゃんこれ好きだもんね。緑で、あ、緑を見て幸運つか。緑。おじいちゃんね、大岡さん来るとすごい元気なの。あ、おじいちゃん今日もね、いい天気でね、いいですね。いい天気で、はい、いい天気ですね。それダメだよ、もう変なこと言ったらね。ピーチを食べて、お肌がピッチピチ。はい、何か探して。あ、お砂糖ってさっきどっかにあるんですよ。あ、お砂糖これでいいんですか。これだ。あ、バナナさん。ちょっと固まってたから分かりづらかったよね。そうですね、はい、お砂糖めの何やりましたね。はい、三温糖ですか。三温糖です。おお、いいですね。ずっとなんかシャリシャリ聞こえるの気になるな。砂糖は腐らないです。
でもそんなの通用しなさないですもんね、はいはい、そうですね、うん、砂糖と塩は腐らないです。はい、よかったです。よかったね、おじいちゃん。おじいちゃん、よかったですね、はい、これは砂糖、はいはい、で炒めるだけです。へえ、そこそこ面白い、そこチャンネル、ありがとうございます。でもなんかリンゴは結構さっぱりしてるから、うん、ちょっと甘めでもいいんですけど、うんうん、でも実はフレンチトーストがちょっと甘めです。あ、そうね。でもリンゴはちょっとフレッシュ感もあるのでいいと思います。この砂糖入れて大丈夫なの、おかちゃん。大丈夫です、大丈夫です、タラちゃん、リンゴは大丈夫です。自分のことタラちゃんって言うんですね。タラちゃん大丈夫だのかい。さあ大丈夫です。困ったね。この人誰なんですか。それもずっとわからない。タラちゃんの後ろにから近づいてくる不審なおじさんがいるんですけど、誰ですか。やめてください、うちのタラちゃんに近づかないでください。アナゴさんやってるぞ。ひどい。あ、でも水分がね出てきましたね、はい、結構食べます。あ、よかった、岩川さん味見してみましょう。はい、食べてください。はっちお、これはこれでビミ。今の声、うわ、これでビミ。声奪われちゃった。ちょっと甘いですか。ちょっと甘い、うん。ちょっとだけ甘い。甘いけど、これはこれでビミ。ふむふむふむ。ふむふむふむ。あ、でもいいですね。うん、そこチャンネル、ありがとうございます。何回ありがとうございます。安野そこに言ってるだけでわちゃいよ、そんな。じゃあこれを振ってください。はい、これ振るんですか。アプリを、あ、はい、振ってください。おまけしない。負けねえぞ。負けねえぞ。だって、お母さん振って、お母さん、はい。じゃあパンを食べていきます。食べていくっていうか、パンを、はい、パンの登場です。動揺しちゃってるじゃないか。そこちゃんね、うん、ありがとうございます。言ってくれる、違う声になっちゃった。くれる。で、このプリンを出してください。はい、このプリンですね。はい、はい、うわ。うわ、食べてるじゃないですか。食べた。舐めるとかじゃなくて、だからこっちよりそっち気になっちゃうんですよ、岩川さん。はい、そう、食べちゃったじゃないですか。はい、OK です。ここに捨ててください。ここ、はい、わかりました、うん、後ろ気になっちゃうから。はいはい。舐めてる。そこチャンネル、そこそこ面白い。わかった。そこチャンネル。ツイッターつぶやいたんですよ、さっき。お、おかった。おいしいよ。ちょっと今消えてるんで、大丈夫です。ね、おかさん。あれ、ヤカさんが変なことしたから、オンコさんテンション変わっちゃうじゃん。あれで見たことない顔。目が開いてないです。もうヤカさんを見たくないんだよ。できるだけ。お、もう目開いてくれた。急に。何もなかった。ちょっと軽くね、焦げてる感じもいいですね。そうですね、うん、焦がしましょう。あ、なるほどなるほど、いいですね。あ、めっちゃいいです。あ、美味しそう、ね、いい匂い、うん、はい、できました、はい、できました。いただきます。いただきましょう。はい、うん、ね、米食ってるんじゃないですか。リンゴと混ざったわけ、めちゃくちゃ美味しいですよ。同時に食べるのがやっぱいいですか。同時に食べた方がいいです。なるほど。はい。どうですか。うまっ。
ハピピンですか。これはハピピンです。これすごいあのプリンが多かったからトロトロになってるじゃないですか、うんうん、それにこのシャキシャキのリンゴがめちゃくちゃよく合います、うんうん、いいですね。いただきマウンテンマウンテンはい、いただきます。うん、だからテンション上がっちゃいますね。こんなどんぐらい上がったんですか。たっぷりバリバリバリテンション満タンマウンテン下手ですね。サコ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル終わりです。ありがとうございます。